はい、ヤフー YouTube、どうもなくです。さて、今日もね、ヘアスタイル解説をしていこうかなと思います。はい。で、今日はいくつかね、いただいてたんですよ。うん。で、どうしようかなと思ったんですけど、やります。杉蔵さんですね。はい。ルナシーの杉蔵さん。今のね、ザ・ラストロックスターの、あれで動いてますけども、もう世界というか、もう日本、まあ世界でもね、トップの、方で杉蔵さんですけど、解説というかヘアスタイルどういうものなのかなっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。で、まあ、基本的に杉蔵さんの場合はヘアスタイルはそんなにすごい変わるわけではないですね。見た目的には、うん、昔から変わってないというかデザインなんですけど、まあ、まず最初ね、1枚この髪型から見ていこうかなと思うんですけども、まあ、なんだろう、難しくない、前、まあ、全体的に長い印象だっていうことを、まあ、覚えておいてもらったらいいんですけども、前髪長めの、まあ、ウルフヘアというか、まあ、襟足が長いヘアスタイルでいうようなイメージですね。うん、まあ、ダウンはちょっと少し入れながらっていう感じで、まあ、ここの毛先、襟足の毛先が、まあ、全体に比べるとちょっと薄くダウンを入れてちょっと量を減らしてるかなっていうようなイメージ、うん、ぐらいですよね。で、前髪部分なんですよ。要は前髪から部分だね。トップポイントって言って、一番頭、こうみんな頭触ってさ、一番こう上位とか何でもいいんだけど、ペンとか置いて一番頭が高いところ、真ん中のところ、真ん中のところよりも指2本分ぐらい前の、指2本分ぐらい前のところ、ちょっと下がり気味、少し下がるかな、同じかなっていうような、ちょうどこう頭が丸っこく入りやすいところの位置から、まあ、こめかみ分ぐらいまでをこう大きく前髪色として取ってるんだよね。うん。で、そこを斜めに、まあ、目と鼻の間、鼻ぐらいからこう下にこうちょっとね、斜めにこうシュッと入れてるっていう感じ。前髪は。うん。で、あとはもう多分、まあ、つなげてはないと思うんだよね。後ろの部分、そっから後ろって。ボブベースというか、うん、段入れながらのちょっとボブっぽいような感じで切ってって、まあ、分けて切って。で、ちょっと段つけて少し、うん、量を減らしながらっていうイメージだと思う。うん、まあ、耳かけとかそういうのでちょっとバランスはね、違うけども、うん、あとはセットですよ。もう前髪ちょっと外跳ねてはこっち持ってきて、で、この辺はさ、なんかアイロンでもいいし、まあ、パーマって多分ブリッジでも大変だと思うんだけども、パーマかちょっとなんだろうな、それであるので、ちょっと低温とかでくねくねってちょっとずつちょっとこう散らして作るみたいな。あんまり多分ここやりすぎちゃうと、毛量が多い人とか段がついてない人とかだと、ここだけなんかモコってなっちゃって変なバランスになりやすいんで、ね、こうちょっと抑えてあるようなバランス、うん、ワンチャンだ、ワンチャン、うん、人によっては上からもう全部長いのかぶせて、もう厚みを薄くしてやるっていう人もいるのも買っちゃって、うん、まあそれもありだよ、ありっちゃあり。まあでも、うん。まあ、杉蔵さん好きな人とか、なりたい人っていうのは多分そこまではしないと思うけど、なるべくそれで髪質を合わせてっていう方が多いかもしれない。うん。でもまあ、カット自体は難しくはないです。実際。で、この時。はい。この時。この時なんかは少しまたバランスを変えてる。うん。サイドと前髪は短め。まあさっきよりもね。ちょっと短めかなっていうようなイメージのウルフヘアですね。うん。まあ、耳。そうだね。耳。前ぐらい。その耳の前ぐらいのさ、バランスもそうだけども、まあ、こっから前だね。こっちの部分かな。まあ、ちょっと短めだよね。前髪ちょっと鼻の位置ぐらい。からぎゅーっと耳隠れるぐらいの位置まで下がり気味でやって、まあ、ちょっと段つけながらね、まあ、だからここがどういうバランスで前と後ろがあるかっていうのは人によって違うから、どう作りたいか、セットでどう作っていきたいかとか、
セットしなくてもこのバランスにしたいですっていうのは難しい。その要は耳から前の幅がどれだけあるか、耳から後ろがどれだけあるかによって作り方って変わってきちゃって、それによってバランス違うからさ、人によって、どうしてもそこはセットでどうしたいかとか、まあもちろん頭が綺麗に、すみません、同じような形だったらまたそれは別だよ、別だけどもなかなか難しいから、そこはバランスを見て美容師さんに相談してっていう感じだね。で、段は多め、前髪は重めだね、まあ前の方は重めの段入れてっていう感じだけども、で、襟足が長いじゃない、すごいね、まあ首も長いしっていうのもさ、どうです、まあこういう写真の撮り方でこっちから撮ってるとね、こう首が長く見えるっていうのもあるけども、長くして段がさ、要は下の段、襟足こうもみ上げっていうか襟足の部分ね、襟足がグーってつけてるのが長いじゃない。でも上の髪って、上からこう降りてきてる髪ってさ、結構な短いじゃない。だからここまでの段があるってことなんだよ。わかる？ここまで段が入って、要はこの辺の髪の毛がもっと短かったりとかして段がつけられてるっていうことだから、段のつけ方も結構ある。まあ、あとはセットだよね、ストレートアイロンとかでセットしたりとか、スプレーでねセットしてしないと難しいけども、基本的には段がないとダメ。まあ、量も減らすっていうのもあるけども、量を減らすだけじゃなくて、ちゃんと段をつけて短いのと長いのをちゃんと区別つけないとダメだよっていうことをここは言いたいです。で、まあ ハイライト、ローライトっていうのもあるけども、多分全部ブリーチしてんのかな、この時ちょっと分かんないんだけども、黒い線もあるから、要はローライト黒も入れながら全体は赤くしてる、ブリーチして赤くしてるのかもしれないし、全体ブリーチして赤と黒を入れてるのかもしれない。そこまで大変にしてないとは思うんだけどな、どうなんだろうな、ちょっとごめんなさい詳しくは分かんないけども、まあ、ローライトみたいなね、黒を入れてるとか、まあ、あとはもしかしたら黒髪のところ部分を残して他をブリーチして赤を入れてるとかもあるかもしれない。で、それはちょっとどっちかは分からない、正直。どっちでもできるけども、でもダメージ分のこと考えたら全然ブリーチは結構大変かなとは思う。僕はね、だから毎回のケアのことを考えると、できれば別に自分がやろうと思ってできるんだったらいいと思うけど、ちょっと一概に何とも言えません。で、これ3枚目、まあこの時なんか全部が長いっていう感じだね。基本的には全然長めなんです。前髪もさ、結構長めじゃない、前髪部分長めで、ちょっとこうこめかみ部分ぐらいまでキュッと下がってるぐらいかな、もう顎ラインぐらいのね長さで、で、そこからちょっと2段目ぐらい作ってて、もめ部分から、まあ、ボブベースじゃないけどさ、長くして、で、量を減らして、薄くして、で、ここの時も段はすごいついてるよね。かといって、これを全部、じゃあ、ここまでじゃあ全部段をつけて短くするかって言ったら、そうでもないんだよね。これは。ところどころ短いのを作りながら、量を減らして、ちょっと作っていくっていうような感じだと思う。ただこういうヘアスタイルと毎回言ってるけども、その段を減らしながら量を減らしながら作っていくのはいいんだ。でセットしたらこういう細い毛がピッ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 出るのもいいんだ、全然いいんだけども、普段が結構大変だよっていう。だ髪質ももちろんあるし、その手入れの部分でドライヤーした時にパサパサしちゃったりとかする人もいるだろうから、結構そのヘアメイクさんとか、まあ、毎日自分がセットするっていうんだったらいいんだけども、なかなか難しい、そのセットしないと難しかったりとかする場合もある。結構四角く作っちゃうから、四角く見えちゃうから何もしないと、パサパサに見える可能性もあるからね。だからセットとかちゃんとケアをしっかりしながらやっていくっていうのが大事かなと思います。で、前髪の部分だよね、ここの残した前の部分に黒いのがあって、あと後ろは赤だから、まあ、前髪部分だけブリーチせずに残して後ろ金髪にして赤入れて、まあ黒でもいいし、俺よく言われるんだけど、その赤み、特に赤みだね、ブラウンとか赤みとかピンクとかもそうだけども、ピンクとかあんまりないか、赤みの
ブリーチして赤みを入れたい人でもポイントとかでもいいよ。ポイントで赤みのブリーチを入れたい人できれば全体的に全体は暗くしたいんだよねこういう黒い色をちゃんとして残しておきたいんだよねっていう人は要は全体は暗めの赤を入れるんだよ。6レベルとかさの暗めの赤を入れて、でなおかつハイライトのところに赤を入れてあげると、要は黒と赤っていうのは赤黒と赤になるから馴染みやすいんだよね。馴染むからなんかパキッて分かれすぎてない綺麗な感じ、ナチュラルな感じに持っていけるっていうのがあるから、俺は結構それ推奨してます。真っ黒で残すっていうだけじゃなくて、でもともとちょっとあんまり赤真っ黒ではない人とかいるじゃない、地毛が。そういう人ってちょっと茶髪じゃないんだけども、ちょっと黒よりもちょっと茶色っぽいのに赤だからちょっと濁っちゃうとか混じっちゃう、変な感じになっちゃうから、だったらシンプルに暗い赤みを入れてちょっと馴染ませるぐらいな感じにしといた方がより綺麗になるんじゃないかなと思うので、まあその辺はね美容さんとか相談しながらですけどやってもらうといいかなと思うので、ねまあご料金とかねいろいろとあると思うんだけども、まあできる範囲の中で美容さんに相談してやってもらえればいいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。